祭が各地で開かれています。子どもたちはお母さんの声援を背に受けかけていきました。体育祭に参加しているお母さんたちに子どもの数を聞いてみました。中1、小5、あと5歳です。2人です。小学校3年生と幼稚園なんですけれども、子どもは2人います。小学校4年とあと3歳の男の子が。平成9年版の国民生活白書ではページの半分を割いて女性が働く社会についての問題点を取り上げています。今20代から50代までの女性のうち3人に2人は働いています。そしてこの流れは社会経済や私たちの暮らしに様々な影響を及ぼしています。その一つに子どもの数が減ってきていることが挙げられます。水戸市では子どもの数が少なくなってきている状況、すなわち少子化の問題に対してどう取り組んでいるのでしょうか。60数名の児童を預かる上等保育所の一日が始まりました。朝7時45分から夕方6時半まで子どもを預かる延長保育は、働きながら子どもを育てる女性を応援するものです。出産や子育ては仕事を持つ女性にとって負担が大きいのです。こうした問題は社会的に大きな損失を招いています。水戸市では子どもの数が減少している少子化に対応するため、平成7年に条例を公布しました。水戸市子どもに優しいまちづくり推進会議条例は、働く女性や家庭での子育てをさまざまな面で支えようと作られたものです。保育サービスについて利用者に聞きました。とか、あと延長保育もやってますけど、そういうのはやっぱり、どういうふうにお感じになるんですか。延長保育も今は育児休暇期間中なのでちょっと早めに上がってるんですけど、もうちょっとしたらちょっと仕事も遅くなりますから、やっぱり預かってもらわなければちょっと仕事もできないですよね。それがあるとやっぱり助かります。すごく女の人も働けるっていうことは、やっぱりこう子供ができてからどうしても働けなくなっちゃいますよね。でその時にこう0歳児を預けられるっていう保育所の完備がしてるっていうところはものすごくいい制度だと思います。これからもなんか先生にいろいろ手取り足取り教えてもらいながら、やっていけたらなと思ってます。今日は0歳児を対象とした保健婦さんによる巡回指導の日です。子どもたちの健康管理は家庭との連絡ノートを通してきめ細やかな指導が行われています。ミルクの量が少しは減るんですけど、まだ5ヶ月。巡回指導の感想を聞きました。で同じ8ヶ月のお子さんでも、発育も違いますし食べ方も違いますしね、環境も違うんで、やっぱりこっちでこうしてほしいなと思っても、お家の帰ってからのお母さんの子育ての時間ですか、そういうものもあると、理想通りにはいかないっていうのがたくさんあると思いますけどね。一番苦労なさってるのはお子さんだと思いますけどね。元気な子どもたちがのびのびと楽しんでいます。
水戸市内には公立と私立の保育所が全部で28カ所あって、およそ2200名の子どもたちが利用しています。また少子化が進む中、保育所には子育てのノウハウを地域に提供していくことが求められています。五軒公民館で講習会がありました。焼き芋の形できたかな。はい、焼き芋焼き芋お腹がグー、ほっか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 。杉山保育所の保母さんが講師になって手遊びのお稽古です。この地域子育て支援センターの活動は、保育室を地域に開放したり、子育て中のお母さんに保育のノウハウを提供することです。講習会に参加した理由を聞きました。お友達に紹介されてここに来たんですけど、私の動機としては、子供がお友達ができたらいいなと思って、それで参加させていただきました。おもちゃ作りや紙芝居などを一緒に体験することで、子ども同士が仲良くなったりします。また地域子育て支援センターの活動は、子育ての不安を解消できる育児情報の場としてお母さんたちに喜ばれています。水戸市は平成8年に子育ての意識調査を行いました。調査対象は市内の小学校、幼稚園、保育所に児童が通っている世帯です。その中からアンケートのいくつかをご紹介しましょう。問い7、子育てと仕事が両立できる環境であったら母親は仕事を続けましたか。仕事を続けた 37.5%、 退職した 56.8%。問10、あなたは子育てにあたって困ったことはありますか。自分の自由な時間がなくなった 39.3%、 安全な子どもの遊び場がない 28%、 近所に子どもの遊び相手がいない 27.3%。問18、理想の子ども数は何人くらいと考えていますか。6割の方が3人と答えています。問22、女性が仕事に就く理由は何ですか。生計を維持するため 69.6%、社会とのつながりを持ちたいため 48.3%、 子どもの学資の確保のため 48.1%。 このアンケートをまとめた子どもに優しいまちづくり推進会議の澤田さんに少子化の感想を聞きました。やっぱりこう勤労者の数も減ってくるわけですからね。だからいろんな点で国としてもかなり影響も大きいだろうし、そう、少なくとも子どもを丈夫に心身ともに健全に育てるという意味からすると、2人ではやはりなんていうか、こうお互い同士の関係が不十分じゃないかな。3人以上兄弟がいた方がやっぱりいろんないじめっ子が中にいたりですね、お兄ちゃんはもう権力を振るってるしですね、そういったようなやっぱり縮図っていうのは家庭の中で微笑ましいんですけどね。そういったもので少しこう生活をね、みんな再建していったらいいんじゃないかなって気がしますね。上等保育所ではお昼の用意ができたようです。はい、じゃあ手を膝にしていただきましましょう。いただきます。はい、どうぞ召し上がれ。いっぱい食べてください。
揃って食べる子どもたちの笑顔が一段と可愛くなりました。保育の心構えを大沼さんに伺いました。子どもたちが朝7時45分から夕方の6時半まで一日の生活の中で、子どもたちが遊びの中から今日一日保育所の中で楽しかったねってい こう言葉が聞けるように、私たち一同はそういう心づもりで保育に当たっております。それからまた保育所の子どもたちだけじゃなくて、地域に愛され開かれた保育所になるよう私たち一同は心がけております。お腹いっぱい食べた後はお昼寝です。安心しきっている子どもたち、今日はどんな夢を見ているのでしょうか。水戸市の小学校では放課後に開放学級が行われています。余裕のある教室などを使った開放学級は、昼間保護者のいない家庭の小学3年生までを対象としています。水戸市内では民間施設を含めるとおよそ700名が利用しています。時和小学校の開放学級は6名のボランティア指導員が交代で子どもたちと一緒の時間を過ごします。指導員の野口さんに開放学級の良さを聞きました。今子ども会と同じでね、縦の線でね遊んでるので、今各家庭でもほら大体長男長女2人いても長男長女くらいの家庭が多いですから、そういう意味ではもう1年生から3年生までがね、男の子も女の子も一緒に楽しく遊べるっていうのはいいことじゃないかなと思います。家庭と学校の行き帰りだけじゃなくてね、こうして子ども同じ1年生から3年生までで遊ぶとね、やっぱお互いにこう相手の立場を思いやるとかね、いうことありますので、そういうところでは社会性がつくと思いますね。今度花ちゃん一番なんだけどな。子供たちといる時の野口さんは人一倍優しい目をしていました。夕焼け色に包まれた上等保育所です。勤め帰りのお父さんやお母さんのお迎えに子どもたちは嬉しそうです。優子ちゃんのお母さんも仕事を終え駆けつけました。優子ちゃん、おかえりなさい。よかったね。はい、お迎えだ。お迎えね。あら、おっぱいやってるの？うん、帰ろ。恥ずかしい。ごつん、あ、おかしい、おかしい、おかしい。じゃあさよならして帰ろ。誰先生にさよならするの？楽しい保育所での一日が終わりました。水戸市が抱える少子化への取り組みはまだ始まったばかりです。子どもを安心して産み育てられる環境づくりは、行政と地域社会が一体となって取り組むことが求められています。今水戸市は父子手帳の作成、障害児保育や休日保育の推進、そして育児休業制度の働きかけなど、さまざまな取り組みを進め、これからの子育てに対応できる社会を目指します。水戸市はあなたの子育てを応援します。水戸の未来を作るために。